今日は以前10円で買ったこのよくわからない飲み物を飲んでみようと思います。このよくわからない10円で買った飲み物とは、ビオナーデハーブという、原産国がドイツの発酵麦芽から生まれたノンアルコールベバレッジだそうです。このドイツ産のビオナーデハーブ、10円という値段のせいが美味しいのかどうか心配になりますが、うまい棒のしゅうめ三太郎、かば焼き三太郎、そしてこのグレープホールなんていうのもそれぞれ10円で売られていて、食べると美味しいんです。ということはこの10円のビオナーデハーブも美味しいんじゃないのかと。酸っぱい、すごい酸っぱい、まずかないけど、これ賞味期限2009年までだね。だから酸っぱいのか。